ゆでくすです。はい。今回ね、何をしていくかと申しますと、アロエをね、紹介していきたいと思います。アロエってね、結構本当にまだまだね、認知されていない多肉植物の一つだと思っています。やっぱね、アロエっていうイメージがもうね、これをね、見てくださってる皆さんも、地味と言いますか、もうね、かっこいいとか、かわいいっていう感覚ではなくて、単純に地味っていうね、そういうイメージを持ってる方が多いと思うので、これからね、このね、ユルクスフランススタイルでは、アロエをね、ちょっと、スポットライト当てて、いろいろなね、品種を紹介していきたいと思います。今回ね、その第1弾となります。はい。でね、今回、ちょっとね、私普段ね、帽子とかあんま普段キャップ被らないんですけど、自分でね、髪をね、ちょっとね、カットしたら、ちょっと、人様にはね、ちょっと顔見せできないような感じになっちゃったんで、ちょっとね、今日はね、ちょっと帽子を被らせてもらっています。はい、ちょっとね、話は逸れちゃいましたけど、また本題戻ります。アロエ。今回、一つ一つね、紹介していきたいんですけど、実はね、このね、チャンネルでも、アロエをね、ご品種みたいな感じで、アロエをね、紹介した、動画もあります。で、これから、またね、このユルクスブラウンズスタイルは、アロエのね、そういった魅力とかを伝えていきたいと思います。はい。結構ね、アロエを専門的にやっているね、そういうチャンネルも珍しいですし、アロエをスポットライト当たってね、紹介している方も少ないので、ね、このチャンネルではね、アロエもね、紹介していけたらなと思っています。はい。じゃあまあ早速なんですけど、まあね、よく見かける、まあ、園芸品種と、ホームセンターとかでね、よく見かける園芸品種とかですね、こういったハイブリッドのタイプですね。こちらはね、イベントで、購入をしたんですけど、こちらがね、アロエのね、ペッパーミントっていうね、ケリーグリフィンというね、方です。ケリーグリフィンとかね、こういったアロエとか多肉植物とかも、こういうね、交配をしている方がね、愛好家さんがいっぱいいらっしゃいまして、こういったね、ケリーグリフィンさんもとても有名な、アロエのハイブリッドをね、いろいろと作ってらっしゃる方です。まあね、アロエ、まあね、この形はね、結構皆さんもね、見たことある方も多いと思います。はい。でもね、結構ね、やっぱりこういったピンク色ののぎに、こういってね、緑色のね、まだら模様みたいなね、感じで、結構ね、すごくかっこいいですよね。アガベとか、ギキアとかのようにね、こう、なんていうんですか、かっこよく、こう、のぎがね、ギザギザしているとかではないんですけど、やっぱね、アロエもしっかりね、個性的なものも多くて、まあ、こういった感じで、いろいろと交配も進んでいるので、いろいろなね、個体を楽しむことができます。そしてね、続いてこちらです。こういった感じですね。アロエもね、単純な緑ではなくて、ちょっと青っぽいんですよね。こういった青っぽさって、やっぱね、アガベとかギキアとかではなかなかね、出すのが難しいと思います。はい。ここはね、やっぱりこういったね、青っぽい、この緑の感じは、アロエのね、品種の交配だからかなと思います。で、こちらは、アロエのね、コニフェラというね、品種と、ラエータというね、品種をかけた交配種になります。はい。こちらはね、イベントでゲットをしました。こちらもね、青っぽい、こういうね、葉っぱに、ピンク色ののぎがあります。結構、近くまで行って見えるかな。結構ね、はい、こんな感じで、アロエもね、しっかりとこういったのぎ、葉がね、すごくね、出ています。こういう感じですね。でね、さっきはね、結構葉っぱがね、こういった感じでいっぱいね、展開していくっていうのがね、やっぱアロエですけど、やっぱりアロエは結構、最初はね、こう、1枚とか2枚がね、しっかりこう生えてきて、だんだんこう、旋回っていう感じですかね、こう、回っていくタイプが、すごくアロエの特徴的なのかなと思いますね。はい。はい。で、続いて、はい。こちらがね、品種がアロエのね、アクティシマと言います。アクティシマです。こちらもね、先ほどのね、後輩と同じように、ちょっとね、青っぽい色をしています。すごくかっこいいんですよ。実物がすごくね、美しいです。このね、やっぱ葉っぱのこの色合いとか、美しさとか綺麗さっていうのは、やっぱね、アガベとかギキアとかにはちょっとね、出せない色合いなのかなと思います。ここがやっぱり一番のアロエの魅力的なところだと思います。やっぱりね、かっこいい男らしいアガベとか、こうね、
こう、歯がね、すごい伸び、痛くて、もうかっこいいんですけど、ディッキアとかもね、かっこいいんですけど、アロエもすごくかっこいい品種もあれば、こういうね、美しい、植物なのかなっていう印象です。で、こういった感じのグラスアロエも、葉っぱがね、こうやって同じように、先ほども言ったようにね、こうちょっと青っぽい緑色の葉っぱに、でね、のぎ、このね、葉がね、ちょっとこの子はピンク色のような、今後何色になっていくのかを楽しみかなっていうようなね、感じです。はい。こういった感じですね。アクティシマです。すごくね、かっこいいですね。こちらもね、イベントでゲットをしました。はい。で、実はね、ちょっと見づらいかもしれないですけど、ここにね、小株がね、できています。なので、この小株も、まあ、来年春あたりに植え替えをしてね、またね、成長を楽しめたらなと思ってます。で、これからね、また、まだまだね、いろんなアロエを、ありますので、いろいろとね、紹介をしていきたいと思います。はい、今回はね、ちょっとアロエのね、こういったアロエがあるよっていう紹介になっていきました。またね、これからいろんなね、アロエの紹介をしたりとか、アロエのね、栽培の仕方とか、そういったこともね、皆さんと一緒にね、共有できたら嬉しいと思います。はい。何かね、この動画の中で何かね、ちょっと間違ってるよということはね、情報が間違ってるよってことがあったら、ぜひ、ね、コメントとかで教えていただけると嬉しいです。はい。今回もね、この動画良かったなと思った方、グッドボタン、そしてね、チャンネルの登録の方をお願いいたします。はい。それではね、またお会いしましょう。